あのな、昔話だ。あの、地元の穏やかなじい様とばあ様といたと、その隣のじい様とばあ様は、よくの深い根性の悪いじい様とばあ様だと。そして、その地元の穏やかなじい様とばあ様、山さ仕事に行くのに、今日は団子でも作って持ってんかって、昼飯に食うのに、団子を作って持って行ったと。そして、昼飯になったから、山のてっぺんで、団子一つずつ取って食ったと。そうしたら、下んだ一粒残ったと。そうしたら、ばあさま、じいさま、一つばっかし残さねえで食っちまえって。だ、じいさま、いや、俺はたくさんだから、ばあさま食った方がいいの。いや、じいさま食いやれ。そして、ばあさま食いやれって言ってたけが、ばあさまは、いや、じいさま食っちまいどって、じいさまが手さあげたらば、その手から団子がコロコロって転がったらと。そうしたら、じいさまは、いや、団子もったいねえな、どって、その団子拾う気になって、手出すとせ、団子方が早くって、団子がコロ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 と転がんだと。なかなか団子拾わんにどうじさまもったいねえ、もったいねえって言っても。そうんじゃがな、この団子も、あの下のな、平らなどこさ行ったらば、転がんの止まっぴから、いや、この団子拾うべえどって、もったいねえ、もったいねえってくっついで言ったと。そうして下の平らさ行っても、団子、転がんの止まんねえだと。コロ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 と転がんだと。あれ、なんだべこの団子。団子殿、団子殿。どこまで、どこまでってじいさま言ったと。そしたら、団子殿喋ったと。天竺の根山の小ぎら無事のどうまで、どうまでとって、コロ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 転がんだと。それでな、じいさま、いや、この団子は、どこまで行ったって俺、拾うなにわいとって、団子殿、団子殿って、ふと、くっついて行ったと。そうしたら、こんだ、ほんぬれっぱな小ぎら無事のお父さん行ったと。そうしたら、そのお父んとこさ行ったらば、団子がお堂の長さ、コロコロと転がって減ってしまったと。せいから、じいさまも、まあ、団子殿が減っていったから、くっついて減ったと。そうしたら、中が、夕方にもなったもんだから、暗くて何にも見えねえと。まっしょね、俺も夕方になったから、今夜はこのお堂さ泊まって、明日明るくなったらば、団子拾っていくべえなって、じいさまいたと。そうしたら夜更けになった頃、なんだが外の方がにぎやかな声すんだと。はてこれなんだべ、誰かおりごと、迎えにでも探しに来たのかなぁなと思って、じいさま寝寝たでしていたらば、なんだがだんだんお堂の方さくんだと。せいからそーっとちぇっとばっかしの、上がりすかして寝たらば、なんと青鬼と赤鬼だと。じいさまたまぎで、お堂の犬の下さかぐっちゃど。そうして古びていたど。そうしたら鬼見らな、お堂の中さ入ってきたと思ったらば、みんな座ったと思ったらば、袋から銭出してバグじ始まったど。そして、どの鬼だが言ったど、もしもここさ、あの鎌倉の日本一の以来、ゴンクロウでも来たらば、誰もかなねえから逃げるしかねえもんなって言ったと。それちゅうだじいさまは、そうだな、俺ここにかぐちだの。もうしも鬼に見かさって、捕まってくわっちはいらんねえから、おら、その鎌倉のゴンクロウって言ってねえかなと思って、院の下ででっかい声出して言ったと。俺は鎌倉のゴンクロウだぞって、そうしたら、鬼みら、そうり今言ったゴンクロがいたっちゅうわけで、みんな早く逃げろとって、銭もふぐるもおぎっぱなし、みんなバラバラと逃げてちまったと。それでじいさまは、はよかったと思って、上がってきたらば、ふぐろと銭があるもんだから、それみんなかじ集めて、じいさん持ってきて、そしてばあさまに話し語って聞かせながら、いや、ちんなは大したどこさ団子殿に連れてってもらったわやいどって、銭勘定知ったど。そうしたら、隣のじいさまよく吹けの、その銭の音聞くつけて、なんだべ隣では銭の音しっつうな、しらばくり出すべ言ってねっかなって来たど。そうしたり、たまにだど、なんだここらでそうだ銭どっから見切ってきた。
だその、地元の家ずさもおせだと、ちゅんなは、団を作って、中飯に食ってて、こういうわけだって。そうしたら、その、よくふけずさま、早速じいさん行って、ばあさま、ばあさま、早く団をこしろ。おらも行って、隣のずさまの、真似してやってこべえなって。負担じくんだ、団を作って、山さ行ったと。そうして、一つ作って、わざんと一つ残して、ずーさま食いやり、ばあさま食いやりって言って、ばあさまずーさまの手さ、一つの団子あげたと。そしたずーさまはわざんと脅したが、うまく転がんねえと。ほんじもな、山なもんだから、なんとか下の平まで転がったと。下の平さ来たら一つも転がんねえだと。そしたら今度はずーさま、よく吹けずーさま、足で蹴飛ばしながら、団子殿、団子殿、なんだ、天竺の根山の、こぎらぶじの堂までだびどって、足で蹴飛ばし、蹴飛ばし、そっちつかがれ、こっちつかがれしながらも、なんとかおどんどこまで来たらば、おどんながさ、足持ってポーンと蹴飛ばして、団子行っちゃど。そして、我がもおどんながさ、減ってて、そして、おぬみら、今日もバグじ来ねえかなって、待ってたと。そしたら来たと、やっぱり。そして、またほら、袋から銭出して、バグズ始まったら、よく不敬ずさま、銭の地にばっかしなってるもんだから、銭の音を聞くが早く、まずがってでっかい声出して、俺は鎌倉の犬だって言っちまったらと。そうしたら、いや、おぬみら喜んで、今日は犬がいだつわけで、しばらく食わねえ大社ごつをだどって、よく不敬ずさま、おぬに捕まって、くわりつまったっちゅう話。終わり。